佐藤さん。お、お、撮ってる。撮ってる？撮ってます。うう。じゃあ今日もあれ行こうか。原田秀樹からお送りします。エルメ佐藤のロックのファッション講座。オッケー。ね、今日はね、ちょっとね、小寒くなってきちゃったのね。やっぱ夜はまだ寒いということで、まだいける。これね、ちょっと薄手の。ファラオコート、ファラオジャンパーね、はい、まあコーチジャケットとも言うんだけどね、まあ昔はあのベンチコートとも言うね、コーチジャケット、なんでかというと、選手よりもコーチっていうのはこう腰が冷えるでしょ。でそのベンチウォーマーとも言うんだけどね、ベンチ、ほらほらベンチで控えてるでしょ。そうすると体が冷えるから結構長めにあるんで、これでねベンチウォーマーって言ったり、あとコーチジャケット、まあ、コーチ着てるよね、いつもね。というのが、まあ、元々の由来で、なんでファラオジャケットっていうかね、はい、まあ、これをだから、ホットロッドのたちがね、転んできてて、こう、そうそう、ほら、ホットロッドな、はい、ホットロッドなプリントが、刺繍か、これね、こちらね、ロードバロン。これはまあ、元々ヴィンテージのね、から起こしている、パターンですね。まあ昔のそういうレースホットロッターたちがこうこぞって着てました。はい、やっぱりねスポーツジャケット、スポーティーなものはね、やっぱりこうバッドボーイとか不良にはこうねグッとくるね、グッと。はい、こちらがね、まあもともとでもね、ファラオっていうのは、アメリカングラフィティのね、映画のね、アメリカングラフィティの、あのファラオだ、ファラオ団たちが来ていたから、それであのファラオコートとね呼ぶようになったのが、まあそれが由来ですけど、はい、こちら今ではもうすっかりね定着しちゃったファラオコート、はい、こちらねお値段が43,800円、はい、43,800円なんですが、なんとまあもうこれで終わりなんで、20% オフねしますんでね、こちら、20%、はい、お値段こちら、そして、ウェブサイト、はい、ハラジクスの、ね、ウェブサイトでこちら値引きしてます。はい、ぜひラストチャンス、サイズがあと38と40、これでもう終わりです。はい、まあおかげさまでちょこちょこ売れたんで、あとこれも最後1枚かな。はい、こちらはね、ヒョウ柄のねコーデュロイが入ってます。はい、おしゃれですね。ここ裏にも入ってます。はい。こうね、襟を立たせることができるね、このスタンドカラーのタイプですね。はい。襟こう立たしちゃってまたね、これかっこいいですね。はい。こちらが、42、ブラックの42、1枚のみです。はい。こちらがね、36,000円の消費税。今なら最後、ラストチャンス。20% です。20% オフ。28,800円のプラス税のね、ラストチャンス、はい、また来年来ればいいじゃん、ね、最後のチャンスです。皆さんよかったらぜひ、まだ着れるけどね、お求めは原田秀樹のね、ウェブサイト、はい、原田秀樹からお送りしました。エルメ佐藤のロックローファッション講座、また来週、サンキュー、ロックロー。You know I can't be found, sitting home all alone.